はい、皆さんこんにちは、月です。楽しんです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日はですね、はい、ちょっと楽しんさんのお父さんのご自宅の前に出てきております。で、楽しんさんのお父さんはですね、昔バラを育てられたね、趣味で本当こう、ここのとこにですね、このラインにこうなんか綺麗になったんだけど、まあ切ったんですよ。で、前のやつはなんか他の方に譲ったり。株を譲ったりとかしてですね、もう今2本だけになったんですけど、でこの残ったそのうちの1本ね、これがこう道路にせり出してきてるんですよね。でこれを切ってもいいですかっていう話を昨日したら、もう矢印で切ってよかどうって根元からね。でこれなんかトゲがすごいんですよ。そうすごいのね、細かいちっちゃいこのぐらいの花がね、花びらの多いピンク色のね可愛いのが咲くんですけど。咲く割にですねバラってさ、ほんとやっぱ手入れの方が長いじゃん、期間が。でしかも笹がですね、根っこがね伸びてきちゃったね、すごいんですよ、竹がですね。で重なっちゃって、あんまりなんかこうバラを楽しむっていうことができなくなってきちゃってるんですよね。でもう放置状態なので、もうちょっと矢印で切ってよかったということだったんで、じゃあ動画撮ろうかと。はい、全部切ります。はい、ということで、はい、根元からも見てる人はね、ああもったいない、もったいない、絶対もったいないでしょうって、どうにかできないですかって思われると思うんですけど、もう逆にですね、楽しいさんのお父さんはここにみかんを植えたいらしいんですよ。違うものを植えたいらしい。そう、もう違うのちょっと植えたいからない方がいいって言われてて、なんでじゃあもう切りましょうかっていうことで切ろうと思います。はい、今日はこれを一生懸命頑張りたいと思いますので、はい、最後までよろしくお願いします。ということでいきましょうか。はい、あ、ちなみに今日使ってる道具類は概要欄の方に書いてますので、はい、まあ気になる方は見てみてください。はいはい、まあ現状はこんな感じですね。こんな感じで、この長いですね、やばいんですよ、もうこの株元から生えてきてて、で昨日来たんですけど、ここにもですね、もうワシャワシャーっと生えてくるんですよね。だから花自体がちょっと楽しめない状態なので、もう全部切っていきます。こんな感じでこうせり出してきてるのもあるので。まあ2本はあるよね、バラね、でもね。そうだね、2本残ってる。これと、あっちね。と奥の方にですね。ここに1本あるんですよ。で、今こうみかんがちょこちょここう生えてるんですけど、これ全部ここみかん植えたいらしいので。なぜみかんなんだろうね。わかんない。ね、みかんじゃなくて。あるよ、多分。子供たちが喜ぶから。そうやってね。それだけなんだよね。そうなのよ、それが一番なのよ。ということで、今日はこれ切っていきたいと思います。今ですね、食事をして、ちょっと日向ぼっこして休憩して、その後なので、体が起きてなんとね。そうなんですよ。あ、これもほら枯れてきてるね、もうね。本当だね。でも確かにここほら枝が皮がボリボリむけちゃうもん。これは枯れてるね。ほら虫が穴開いてるのしてきて。2000回。はい。はい、こんな感じでですね。ご命令があったので来ました。見えますかね。こうすれば見えるかな。もう枯れてるね。やっぱ虫がこれ穴、あ、ここに虫がおったような感じが。カミキリムシって言ってた。うん。例えばこの前の中に、あ、卵がなんかある。そう。うん。ここに。確かに枝ももうなんか白っぽくなって皮がむけてるね。パリパリしてる。光ってるね。こちらも。すごい、つるみたい。つるならんみたい、簡単に。見てほら。シャワシャ。うわ。こんなボワってあるじゃん。すごいね。超細いからね。細いよね。見てほら。こんな細いんだよ。ほら。細。でこんな咲いてんの。ほらすごいな。すごいよね。なんかワンピースみたいだよ。ほら踊ってるみたい。すごい。竹って。ああすっきりしてきてる。すごいね。気持ちいい。気持ちいいじゃん。私はこれできますよ。あれ。聞いていいのかな。聞いていいのかな。結構虫が食ってるね。ねえ、だからよ。穴ぼこぼこだよね。ほら。わあ。わあ。わあ。こういう梅だったんだね。スカスカですよ。ほら。時間の問題だったかも。ねえ、本当よ。気持ちいい。中抜けそうやけどね。抜けそうね。まあいいか。これと掘ってみる。掘る。ちょっと。ここにですね。一個もこんな感じです。ぐらぐら。まあまあちょっとこっち根がまだ張ってるかな。あ、こっちですね。結構も穴が。ボコボコ開いてる。おお、気持ち悪いなんか。すごい。もうこれは時間の問題でしたね、本当に。で、楽しいさんはここ今先乗ってましたけど、結構グワングワンとこう沈むような感じがしてたので、ちょっと根っこ掘ったらいけるかもしれないです。あとですね、この笹、ここにさっきいっぱい生えてましたけど、ここの多分縁石沿いにですね、多分ずーっとあると思うんですよね。奥の方がご神木です。で、笹やぶがあったところなんですけど、この奥の方もですね、笹がいっぱい伸びてるんですよ。で、多分ここ沿いにですね、毎年笹がどん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 出てくるので、多分一本の根っこからどんどん出てんじゃないかなと思ってます。なんでこれもいつかちょっと掘り起こしてみたいねっていう話をしてるところです。で、たのが、これが幹の部分です。なんか杉の木みたいだよね。杉の木みたいじゃない？枯れてるからこうなってんのかわかんないけど。で、じゃじゃーんなんか元のバラよりも山盛りになってる感じがするねあ、枝同士がちょっと絡まり合ってすごい量です。またこれも細かくしていきます。はい、よいしょ。ちょっとじゃあ、もうすぐ取れるわ。根っこもほらほらわー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 、ほらいいね。ほらすごいすごい。なんかあれだね、茶の木みたいな感じで、ね、ひげ根がないから横に伸びてるね。よいしょ。すごいすごい。待って。なんでハモじゃねえやね。一緒に引っ張る。何？いや、これじゃあ始まる。待ってください。そうばっかりね。せーの。手でちぎるね。せーの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 せーの。あれ映ってたかなすごいな。これでもう竹みたいにひげ根が出ちゃったら抜けんよね。ここがちょっとこれ。出てきた？いいよ。いくよ。せね。だけやろ。あ、結構。猫が。ね。なんかそこ。大丈夫ね。あ、別のや。なんかそこ待っちゃって。これが走る感じ。ありました。抜けたね。暑い。ちょっと私はこの下ね。スウェット脱ぐわ。私もこれを脱ぐのがなんか。ということで根っこにですねひげ根がなかったから割とスポンとね茶の木みたいな感じで抜けました。結構あるね。根っこねお待ちしたね。いや体が重たいですね。光はちょっとやっぱなんか流れが悪かったね一日のね。今日ね一日ずつ流れが悪いね。そうやっぱいかんわ。朝から朝ごはんを食べずに作業をしてしまってお腹グーグーの状態でお昼ご飯を食べてで休憩後のこれなのでもうなんかねちょっとねリズムが狂いまくってるね。やっぱ月曜日っていうのが一番いかんね。やっぱ休んでたからさ。そうやね。まあ中古でとりあえず無事に抜けましたね。すっげえすっきりね。本当向こうから見た時ね、家の方がスパーッと開けてやっぱ気持ちいいな。またここにね植えるっちゃろうね。はい植えるみたいです。お父さんの楽しみやからな。ということで今日は、バラの株をですね抜いていくっていう作業をしました。まあちょっともったいない気もしましたが、まあ結局切ってみたところも枯れてたので、まあ時間の問題だったかなということで、もしよろしければご評価。温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、すっきりしました。なんもなくなりましたよ。ね、根っこはこんな感じですね。まあまあの感じで、横に広がってたからよかったね。下に潜ってたら多分ちょっときつかったけど、横にパーって広がるような感じで根が張ってるんですね。いや知らんこともいっぱいあるね。勉強はなるね。ね、こんな感じでですね。大きい根っこ自体はツルツルしてます。表面がお芋みたいね、ほんとね。お芋みたいな感じで、でひげ根が先っちょの方に少しあるだけなので抜くのもすごく楽でした。ということでお疲れさんでした。